ーシックインカム的なものいいなとも思う反面本当自由でうまくいくのかってそういう懸念に対してはどう思いますか自由反対ですかい,いえ、い自由れ重大ですけど <laughs> <laughs> 一つの象徴的な例で何が起こったかっていうとね離離婚婚がが増えたたんんででですすよ女性に離婚の自由ができたんですで社会的に見ると離婚なんか増えるなよぐらいっていう議論はいくらでもできますけども私は日本はいろんな意味で全て定位安定なんですよ。 なぜ安定してるかっていうとそれに対していろんな形で補助金を出してる安定してるから成長しないんですよこれから進めていく経済対策っていうのはその点ではあまり評価してらっしゃらない国民の財布は1.1倍ぐらいにしかなってないのに政府の財布は1.6倍ぐらいになってるわけですよ実際のところその実現可能性というか財政から見てもねこれすごいこうどん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 赤字が膨らんでいくわけでしょう 国内でなんか格差がちょっとできたら格差格差っていうけども今日本とアメリカヨーロッパの間ですごい格差ができてるわけでしょう今日本がやってることってねいっぱい給付金出してるでしょもう一つ社会分断の大きな要因があって情報空間の分断っていう言葉を使うんですねで今までだったらつなぐものがあったんですけどもそれが機能しないんですよねもしやめ、ね、たの生態にどうすべきだったんですか ええー、その。ええー、こんにちは。つまる経済の森の時間です。えっ、ー、と、今日のゲストはですね、竹中平蔵さんでいらっしゃいます。よろしくお願いします。ちょっと、大物めっちゃ竹中さんファンみたいな方いらっしゃいます。<laughs> <laughs> めっちゃ拍手してる人が。<laughs> 後で、あの、質問タイムもできるかもしれませんので。 いやーでもいつにもまして大物ゲストなのでちょっと緊張してるんですけれども私日経新聞に2年ほど前まで記者ではいたんですけどあの竹中先生に直接取材したことはないんですね担当の関係とかもあってただ2010年ぐらいにあの日本経済研究センターっていうところに出向してエコノミストみたいなことをやってたんですけどその時にあの先生役として講義に来てくださったり懇親会とかに来てくださったっていうことはあったんですよね。 であととちょっとあまり私の話してもあれなんですけどあの学生の頃に「経済ってそういうことだったのか会議」っていうあのベストセラーをあの読んでそ,のそれこそこう経済の面白さっていうのを学んだあの先生役というふうに勝手に思ってるところもございましてあのそんな竹中先生とあの対談させていただけるというのは大変光栄でございまますすありがとうございますいここちらこそよろししくお願いします。<laughs> 本当にお忙しい中、ありがとうございます、このリ,リハックってど、どれぐらいご存知でいらっしゃいますかいやすみません、あんまり申し上げなかったんですけれども、<laughs> はい、あの私のこう若いスタッフの方々から聞いて、はい、もうすごいあの発信力があって、素晴らしい番組だと、はいあの、後藤さんのこともものすごく褒めておられてあ本当ですか。ええ あのそのよりはすごい今日は楽しししみにしてま,いりました、はい、あの結構その再生もあのよく回るようになってきてるメディアですよねなのでその点でそのテレビとは違った形で20代30代40代のいろんな方にリーチが効くっていうところもあるかもしれないので竹中先生にも出てよかったと思ってもらえれば嬉しいなというふうに思っております、はい、<laughs> よろししくお願いします。はい であの今日は、えーまあ、2024年入ったというところで今年どういう年になるのかということをいろいろと伺っていきたいなと思っていて一応あの私から事前にあの投げさせていただいたトピックは、まあ、アメリカの大統領選。 あと AI ってどうなんの、うん、あとまあそれらも含めてまあ日本経済、まあ、日本の政治、日本どうなのっていうところを一応3つ投げさせていただいて、まあ、90分収録なので、まあ、その辺、軸にお話できればなと思っているところなんですけが、まあ、まそれに限らず他にもこういうところ見といた方がいいよっていうところがあればこう自由に脱線しながら、まあ、あの時々、高橋さんも質問してくるかと思うので <laughs> あのそんな感じで進められればと思っておりますよろししくお願いします。はい まずじゃあちょっとアメリカの大統領選の話からも言ってもいいですかね、はいあまあ、今年の前、はい、一大イベントですよね、そうですねどういうところをこう今後注意して、この先11か月見ていけばいいでしょうか、はいはい、あのまずあのアメリカは大変重要なんですけれども、はい、その前に、はい、今年2024年、全体としてすごい政治イベントが目めぐ挙しなんですよね。よねはい、1月の13日に台湾の外選挙があってて、はい、そして 例えばインド、韓国などで総選挙があるんですよね、うん、でさらに大統領選挙に関しても多分、えー、とブラジルがあってですねあとインドネシアがあってそしてアメリカがあると日本も一体どうなるかあるか,からない、はい、かもしれないし、はい、日本では、まあ、都知事選挙は間違いなく、ね、夏にやるわけで<ー>なんかもう、まあ、すごい選挙がある年で,でその意味で、まあ、実は経済もなかなかねアメリカがずっと金利を上げてきて。 金利上げ止まってるかなこれから下がるのかなっていうぐらいで経済と政治がものすごいこう共鳴する一年になるんだと思うんですね。うん、でまあご指摘のようにその中でも最も重要なものがアメリカ大統領選挙であると、はい、これはもう間違いないわけですけども、うん、アメリカってやはりここ何年かの間にものすごい変化したんですよねでもう皆さんよくご存知だと思いますけどもアメリカの経済自体は非常に強いわけですね。うん あのアメリカの財、ま、務、あ、長官なんかやったローレンス・サマーズって言ますけども、はい、サマーズってね私がハーバードで1989年かな教えた時にあその前ですね81年ぐらいに初めて留学した時にね、はい、初めて会ったんですけどねあ<ー>あのすごいやっぱり面白い人で、はいえー、彼はあの経済分野におけるキッシンジャーになるって動いてる人なんですよね。うん、キッシンジャーもハーバーハバドアイコンの教授から まあ、軍長官になって、はいえー、サマーズは派閥大学の教授から財務長官になったわけですけどね、はい、彼にね直接質問したことがあるんですよね、はい、アメリカ経済はなぜ強いのかと、うん、彼の答えはもう極めて明快だったですね2つだと、うん、1一つはイノベーションの力2、うん、二つ目はコーポレートガバナンス。 でイノベーションの力はまあなぜかと,とこれはまたいろいろ幅広いですけども素晴らしい大学があって、はい、そこからこうすぐにです、ね、新しい企業が生まれるという、うん、まあ非常にこう自由にいろんなことができる自由な社会であり教育機関が高いで、うん、そしてそれに対して直接金融でファイナンスがすぐつくと、うん、まあそれやっぱりイノベーションの力まあ今から振り返ってもその通りですよね。そ,それ今3つ言ったけど全部日本にないんですよね残念ながら今ね、うんえー。それともう一つはコーポレートガバナンス。うん コンプリートガバナンスというのははっきり言って悪い社長を辞めさせるシステムですね、はい、でいい社長を評価するシステムです、まあ、その中で特になんか一部の社長がお金もらいすぎだみたいなものも出てくるんですがやはり業績を上げないとこうすぐ社長を変える、うん、システムでこれやっぱり新人代謝なんですよね、はいうん、で確かにその通りでアメリカも円論の問題とかいろんな問題が起こったんだけども、うん、その度にに一生懸命一生懸命制度を変えてきて、はい それで今みたいなな制度になってると、うんで。このコーポレートガバナンスっていうのは安倍内閣のアベノミクスである意味で初めて日本で取り上げられて、はい、ご承知のようにコーポレートガバナンスコードっていうのは、うん、日本でも作られて、ねまあ、独立の社外取締役を原則としてはまあ2名入れることになってるんですけど、はい、これあの、えー、法律っていうか義務ではないけどもガイドラインで結構守られてるんですが、まあ、実際はかなり、えー、2人置いてるけども。 形外化してるんで、中身はだいぶ違うわけです。まあ、ただその意味ではアメリカの経済すごく強いと。じゃあアメリカン対価っていうといやいや。アメリカは自由と民主主義のまあ,あの模範国だと思っていたけれども、そのアメリカの民主主義がなんかとんでもないことになってしまっているということだと思うんですよね。で、まあそこでな。まあ誰が出てくるかということになると、今の世論調査だと。共和党はもう圧倒的にトランプで。 そしてしかし、裁判の問題等とかいろいろあるのでそれで本当にあの民主党で民主党はまあバイデンさんが出てきそうだけれどもそれもまだよく分かりませんけれども本当に最終的な選挙がどうなるかというのはまだこれあの10か月以上ありますからよく分からないんですけれどもただ、いずれにしてもなんかアメリカの民主主義がものすごく頼りなくなってしまってですねそれでえまさに自由であり自由貿易でありね それで多国間主義であり、えー、そ,のそういう,こうマルティラデラリズムそれをこう全部こう否定するような、はいえー、アメリカファーストのような、うん、そんな国になってしまったわけですよね。でそれは経済もそうだけどもそれが政治の方でも現れていて、まあ、オバマ大統領の時にアメリカはもう世界の警察としての役割を放棄するというふうに言って、まあ、そこで、まあ、今回の,あのウクライナの問題等かも出てきているわけです。 だからその意味ではアメリカというのは経済は、まああの割とチームは強いんだけれどもその政治とか社会社会が分断しているし、まあ、ものすごく大きなあの問題を抱えながら大統領選挙ですよねで今のところあこの人が大統領になったらなんかアメリカは良くなって世界は良くなるなと思え,てる,思えるような人が出てきてきいなですよね、うん、もうバイデン、トランプでかなり可能性が高いというふうにも見られていますよね。 ででもこれすすごいですよね。アメリカのっていうと大統領はケネディがなんか40代の半ばぐらいで大統領になってすごい若いと思ってたらですね、日本よりもはるかに高齢大統領が争うわけだから、ね、またこの二人でやるとは4年前思いもしなかったでですすけどね。<laughs> 本当ですよ、ね、アメリカでもちょっと前からね、やっぱりあれなんですよねその ブッシュのかクリントン系かみたいなね、はい、そのすごい非常に幅広く自由に人材を登用しているはずのアメリカが気が付いてみるとすごいエスタブッシュした人たちだけの社会になっているそこでやっぱり社会が分断していくわけですよね、はいえー、アメリカってすごくこうあの形態の模範になるところはたくさんあるんですけどもまあ結果的に言うとアメリカだけじゃなくてアメリカとイギリスっていうね このアングロサクソンの国が、まあ、徹底ししてて所得の不平等を容認してきたんですよねだから所得の,、まあ、あのこうピケティがね、はい、もう何年も前にそのことを指摘しましたけどもいろいろこう書いて資本主義の問題点を書いてるんだけどもあれ200枚ぐらいのグラフを全部こう見たら面白いんですけどんで大陸と日本はまあそれほどじゃない日本も問題がたくさんあるんだけどそ,、ねはい、それほどじゃない。 だからそのアメリカとイギリスの問題、まあ、だからアメリカではトランプ現象が出てきて、うん、イギリスではブレグジットになった社会が分断している、うん、そういう中に依然としてあってその解決策は全く見出されていないということだと思いますね。うん、よくその分断という言葉が世の中で増えたのはトランプ政権の時だったと思いますけどもオバマ政権の時からやっぱ分断ってかなり始まって深まってきていて、えー、バイデン政権になってもその分断というのは縮まっていないというような形ですよね、えー、そう思いますね。 あのトランプは、ね、社,会社会が分断しているとであのワシントンのエスタベリシメントはけしからんということで、うん、中西部の,そういうあの中低所得者の支持を集めたんだけれども、はい、でもトランプが掲げた政策というのは全部この人たちを貧しくする政策なんですよ、さらに。これはクルクマンがねトランプ、まあ、クルクマンってあのよく、ね、ニューヨーク・タイムズにコラムを書く反トランプのエコノミストの代表ですけどもねクルクマンがね トランプは負けしからんとでトランプはそういう人たちに支えられたけどもトランプの政策によって今まで苦しかった人の政策はもっと苦しくなると、うん、もう何度もニューヨーク・タイムズのコラムに書いてますですでよね今、バイデン政権になってからその格差っていうのはどう変化してきたんですかこの数年でえっとこれ、ジニケースその見てませんけどジニケースは基本的にはもうど,どこの国でもそうですけどもどん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 ん高まっていってます。うん これはまあ、やむを得ない面もあるんですよね。やっぱり技術進歩ですよ。うんはい、で、技術進歩には二種類あるって言われてるわけですね。一<ー>つはみんなを豊かにできる技術進歩と。うん、一部の人を極端に豊かにする技術進歩と。例えば、あの、もう昭和の話ですけども、うんはい、電気釜ができましたかと。電気、洗濯機ができましたと。うん、ああいうのは、こうスイッチ一つでね。うん、あの主婦のこう労働がものすごい楽になって。 そそれは素晴らしいそういうう技術進歩です、ねはい、みんなながハッピーなわけですね,ねところが今あの例えばそのデジタルなっていうのはもうそのパソコンを使って何ができるかと、はい、だからすっごいできる人ともうまだ携帯すら使えない方とものすごい差ができてしまうこれが今の技術進歩の特徴なんですよね。うん、でもう一つねこれで所得がこう分断していくわけですけど、はい、格差できるんですけどももう一つ社会分断の大きな要因があって。 これはあの情報空間の分断という言葉を使うんですね、うん、これはあの歴史家のフランシス・福山ですよね、はい、あの大国の,あのライズ・アンド・フォールを書いたあの彼が使っている言葉で非常に適切だと思うんですが、うん、情報空間が分断している、うん、なんかどういうイメージを皆さん持ちますか分断しているこれね皆さんがアマゾンで本を買うと1冊の本を買うと同じような本ばっかり推薦してくるでしょう。 だからそういう方で自分がが読む本がものすす偏っているわけで,す<ー>で皆さんがネットでつながっている人っていうのはみんな同じような人ばっかりつながるんですまさに SNS っていうのはそう,、うん、そういうつながりをするわけですよね、うん、そうすると知らず知らずのうちに自分が得ている情報っていうのが実はその人によってものすごい偏りがあると、うん、まあ右寄りの人はそういうのばっかり見るし、うん、左寄りの人はそういうのばっかり見ると。 だからよくそのフランシス・福山が何かで書いてましたけどねあの2020年の大統領選挙本当はトランプが勝ってたとその共和党の一部の支持者は思ってるんですけどもそう思ってる人は本気で思ってるんだと、うん、でそういう中で今までだったら情報空間って今までだって少しずつ違ったかもしれないけれども例えば「NHK スペシャル」っていうのはやっぱりそれなりにこうリーズナブルなことをあまあそうだよなっていうことを言うし大新聞の「 社説なんかでもまあそうだよなっていうことを言って、それをこう多少分断してもつなぐものがあったんですけども、今それが機能しないんですよね。ね、新聞紙辞めたの正解。そう,いう,う <laughs> <laughs> ですよね。<laughs> はい、さっきねテレビあのなかなかみんな見ないしね。で,ねでテレビが今日のネットではこうでしたとか、はい、テレビとか新聞とかというのはジャーナリズムなんですから、はい、ジャーナリズムってのは大変重要な使命があって。 権力から独立するこれは当たり前ですけども、はい、大衆から独立するっていうのはすごい重要なんですよね、はい、でも大衆から独立しないで、うん、なんかネットにこびてそうですね。ツイッターに書いてることが取材源になってたりしますからこれやっぱりジャーナリズムではないんですよね本来のねだからそういう中に私たちいるから知らず知らずのうちにね一人一人の考えがなんとなく固執していくわけで、んえー、ですよね 本当にこう格差がアメリカでもどんどん広がっていく中で、まあ、この数年ってそのやっぱりインフレすごかったじゃないですか、うんでまあ、バイデン政権の支持率がえ落ちてきているのはやっぱりインフレが一つ大きい、まあ、イスラエルもあると思うんですけども、はい、あのこの辺が本当にそのここ数年のインフレっても社会に説法ですけど生活必需品が結構あのガソリンにしても食料にしてもすごく高かったとっいうところもあるので余計にやっぱり不満が強まりやす、まあ、かったこの数年間です。そのの一つの 世論の結果が大統領選でも問われるということになるかと思うんですけども、ね、ただね、まあ、世界的にインフレなんですけどね、はい、物価上昇なんですけどもアメリカのインフレと日本のインフレはかなり違うっていう<ー>そういう認識も持っておく必要があると思うんですね。うん、でアメリカは、まあ、基本的にはあのウクライナロシアウクライナの問題で <laughs> 原油の価格が上がりましたと、はい、そこのエネルギーの問題から多くの端を発してるんですがアメリカの場合は。 先ほども言ったように、アメリカの携帯基本的に強いと、だから需要が強い。原油の価格が上がるっていうのは、あの供給側コスト面からの。プレッシャーですよね。ところが需要も強いから、その引き上げる方もアメリカは強い。だから、それでインフレ率が、まあ、非常にこう高くなったわけですよね。で、アメリカで、あのいろいろフェットに対しては、いろんな注文もあると思いますけども。私はヘッドはうまく、フェットはうまくやったと思いますよ、中央銀行は。 アメリカででは、ね、よく、ね、犠牲比率っていう言葉が使われるんですね犠牲比率サクリファイスレシオって <laughs> そのりままなんですけども、うん、物価が一旦上がってしまうとそれを下げるためにはものすごく多くの犠牲を払わなきゃいけないと、うん、つまり相当 GDP を下げて需要を抑えなきゃいけないとそれが犠牲サクリファイスなんですよ、うん、だから物価があまり上がらないように上がらないように上がらないように早め早め早めに引き締めをしなければいけないという。 それを今度アメリカやりましたよねだからまあ今のところこう物価が落ち着いてきてでももちろん金利を上げるとその分マイナスの影響は出るわけですけれどもそこでまあ当初はですね2024年の最初ぐらいにアメリカはひょっとしたら不況入りするかもしれないというような懸念も随分あったんですが、はい、まあそこはやっぱり非常にうまく早めに金利を上げてきたということともともとのやはり需要が強いということもあって。 まあ、結構ソフトランニングするんじゃないかと、ねね、<年>この1年はアメリカ経済って本当に強いなという印象がありますすよよねそうでただ、これちょっと今アメリカの話だけどついでに日本のことを言うとね、はい、まあこれ後からも出てくるかもしれないけれども日本は、例えば、えー、と石油の値段が上がりましたと、はい、それと円が安くなりましたとでその結果、物価が上がるわけですよね。でこれってまあ経済学の の言葉でですね公益条件が悪化したっていうふうに言うんですけども公益条件が悪化したら生活水準下がるの当たり前なんですよ。でこういうことを言うとなんかその弱者いじめみたいに聞こえるかもしれないんですけどもそうじゃなくてこれあのマクロで見れば,見ればそうですよね日本国民今まで100万円で買ってた石油を200万円払わなきゃいけなくなるとなると我々の生活水準落ちるじゃないですかでだから円が下がるって怖いんですよ。うん 実公益条件が悪化したら生活水準がある程度下がるのはこれはもう仕方ないんだと、うん、ここはみんなで頑張ってここで踏ん張って公益条件を上げていこうっていうふうに本当は私は政治には言ってほしいんだけれどもいや皆さん困ってるでしょう補助金出します補助金出しますっていうのが今の日本ですよね。でにのなんかでたわけでしょこれ ねえ、まあ、もちろん、それで助かった面は間違いなくあるんですけれども。うん、でも、これ、円が下がってるんだから。公益条件悪化するんですよ。で、一回ぐらい、それで補助したって、その次どうするのって問題に。またなりますからね。うん、だから、そこがやっぱり、あの、同じインフレ、物価上昇でも。だいぶ事情は違うんだと思います、ねえ。じゃ、具体的にどうすべきだったんですか。日本はですか。はい、いや、日本は、まあの、そんなにこ、こ、あの、解決策は簡単じゃないんです。うん 短期,的には短期的には本当に生活に困っている人に重点的にお金を出しましょうと<ー>、ね、でも電力会社に補助金を出して電気代全般を安くしたらガソリンもそうですよねそうすると経団連の会長も売ろうわけですよね、うん、そうでねでそれじゃなくて重点って困っている人は全体として生活水準が下がるのはもう残念だけどもこれはし方ないと、うん、でも困っている人は助けましょうということ。 それでそれはそういうふうに短期的な政策としてやって長期的には日本経済がもっと基本的に強くなるようなそういう思い切った政策をつまり改革をやりましょうともうこれしかないいと思いますよ今年の,その経済対策これから進めていく経済対策というのはその点ではあまり評価していらっしゃらないということですかまあ残念ですけれども、はい、もちろんあの今度の経済対策ってまず大体、ね、すごい面白しろいというかまずこの経済対策を決めた時点で 受給ギャップはゼロなんですよで経済対策っていうのは財政政策を伴うつまり財政拡大ですよねで財政拡大つまりケインズ政策っていうのはどういう時にやるかっていうと供給力に対して需要が不足しているその場合にこれを補うために財政で需要をつけましょうっていうのがじあのケインズ政策ですよねところが需給ギャップゼロですよ需給ギャップゼロの時に財政拡大すると物価が上がるに決まってるじゃないですか。 で物価上がって大変だろうって言って経済対策やるって言って物価を上げるような政策をやってるんですよね。でこれでもほとんどのメディアはこれをね指摘してないですよね。うん、で私がこう見た中でちゃんと書いてるなと思ったのは確か日経新聞ですよね。はい、日経新聞のあの藤井えー、っと論説委員長が、はい、員長これはおかしいんじゃないかって、はい、最初に一面で書いてくれてましたけども、はい、まあそういう、まあ、当たり前のね。 まさに経済学の基本エコノミクス101の議論がないんですよね結構あの時の経済対策最初素案出た内閣府の資料だとデフレ脱却のためのって書いてる一方で国民をインフレから守るみたいなことも書いてあってかどっちだかよくわからないだからたたとにかくあの皆さんに少しお金をあばらまきたいという趣旨しかちょっと見えない、はい、ただねいいことも実は面白いこともその中に含まれてるんですよ。はい それね半導体なんですよ、うん、これはアメリカ経済の話をしてたのでね、はい、アメリカとの関係で大変面白い現象が今起こってると思うんですでそれは日本でかつて半導体すごい強かったんですよね1980 50%年代ののの半ば世界導体産業に占めるる日本のシェア50超えてるんですよで今ご承知のようにもういろんなものに半導体入ってるから半導体はまあ産業の米生活の米で、うん 半導体日本も不足してるからもっともっといろいろ作らなきゃいけないとところがその1980年代に日本の半導体が強すぎたのでアメリカが強烈なプレッシャーをかけたんですよこれが1986年の日米半導体協定っていうやつなんですよ。だから国内のシェアの比率を何パーセントにするとかもうがんじがらめに日本はされてその結果これはまあアメリカのせいだけじゃなくて日本の産業の責任もあるけれどもどん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 ,どん半導体が弱くなっていって。うん 今世界の中の中シェアってってて10%切るわけですよ。ところが今何が起こったかというとアメリカと中国の対立の中で要するにもっとアメリカから見ると日本台湾韓国連携し,てし連携してしっかりしてくれてことになってことになったんですよ。だからかつて日本に対してマイナスな圧力をかけていたアメリカが今日本にエールを送ってるんですよ。うん だから、ご承知だと思いますけども北海道にラピタスというところが IBM のの力をを借りて最先端の半導体工場を作るんですよ、うん、アメリカの力を借りてもちろん九州では台湾の力を借りて SMC でやるんですけれども、うん、だから、実はよく言うんですけど日本には今、ね、ささやかな追い風が吹いてるんですよ。うん、かつてネガティブだったアメリカが今プラポジティブになってきていると。でそのののための予算もついてるので、うん そういうところは、少し評価して、私はいいと思うんですが。あの、マクロとしてね、その全体として、需給ギャップがない中で。こういうことをしたっていうのは、これは、やっぱり、ちょっと問題は残ると思いますよ。うそうですね。まあ、でも、経済対策のところ、おっしゃるような、その半導体のところでも、構造政策として、だいぶ盛り込んではいましたよ、ね。そうなんです。うそうなんです。あの、かなり、半導体って、今ですね。補助金がないとできないので。で、これも面白いですね。さっき、あの、サマーズ。 アメリカのサマーズ元財務長官の話をしましたけどね去年の1月のダボス会議に久しぶりにサマーズが出てきたんですよでサマーズが面白いことを言ったんです今まではトレイド・ウォー貿易戦争という言葉が使われたけどもこれからはサブシディ・ウォーだと補助金戦争だと各国補助金をいっぱい出していろんなその半導体等をやってますのでまあこれ補助金をそういうものに出して競争力を高めるっていうのは今までの WTO のね ルールからするとあ決して好ましいことではなかったんだけども本当に局面が変わりましたねそういうことをまあ堂々とやる局面に私たちは入ってるもう大きな変化がやはり生じていると思います。うん 結構でもその点で言うとあの、まあ、冒頭の大統領選の話ちょっと途中であの脱線しちゃったところもあるんですけどそれこそ,そのトランプが勝つ可能性もこう意識されている中でまたそういうトレード・オーバーとかそういう通商的なところっていうのは、えー、またこう、きな臭い感じになるリスクっってて高いいいい考えておいた方がいいんでしょうかえとまあアメリカファーストみたいなものを突き詰めていきますと日本に対してこれやれ、あれやれ、はい、あれやるなと。 そういうふういいふな一種のこうバーゲニングを、ねうん、行ってくるる可能性は十分にあると思います、うん、ただ、まあ、実はあのアメリカの専門家でもいろんな意見があるようでして、ねはいえー、これは、所詮バーゲニングだと、はい、バーゲニングうまくやればいいんだとなんかそのす,ごいそのすごい強い哲学的な,なんか信念を持ってなんかやってるわけじゃなくてすべ、はい、てそのディールでか片付く話なんだからそれはそれでやるようにやっては、ね、あのうまくやれる可能性はある。うん これも一面の事実なんですよね。トランプさんというのは、なんかね、すごい信念を持ってるかと思ったら、北朝鮮を拓したり、なんかいろいろこするわけで、すべてディールなんですよね。取引なんですよね。もともとはビジネスで取引をやってた方だから、それが政治にも生かされていると。そういう意見も結構専門家の間にはある。なるほど、なるほど。あのー、その、 今の現状だと下馬評的にはまあトランプさんかバイデンさんになる可能性が8割9割ぐらいで見られていると思うんですけど、まあ、どちらになるかというシナリオだけに非常にきすぎるのはよくないかもしれないですけど<ー>まあまあバイデンさんの場合現職でもあるので再選した場合ってイメージつきやすいところあると思ういますね。 通商政策にしてもそうですけども移民もそうですし環境対策もそうですし、うん、いろんなところが結構激変する可能性がありますよね、もしトランプになった場合こうどんな世界をわれわれはこうイメージしておいた方がいいのかこうリスクとして意識しておいた方がいいのかというとどのあたりが竹中先生特に強調しておいたお,おきたいところですか。あの方の予測をするのははとんど無謀かもももししれなないででけ原則てやり非常に短期的な 利益のためにいろんなことの自由を阻害してくるという可能性は十分あるわけですね。はい、あのとにかく今あの移民もそうですけれども、はい、あと貿易もそうですけれども、はい、で,でもそれがそ,その結果何が起こるかと言いますとね結局アメリカも世界も貧しくなるんですよ。だって自由貿易で利益を最大化できるわけでしょう、はい、経済構成を最大化できるわけでしょう。 あのエコノミストの意見って結構まちまちなんですけどもほとんど一つだけ非常に強い合意がある問題があるって言われるんですよ。とだっていうことなんですよね。はい、ところがそれが、まあ、あのい,いろんな理由で成り立たなくなると。でそうするといろんなものね例えば半導体のいろんなこう規制にしてもそうすると今までは製品が品質が良くて安いものを変えたんだけども 品質がそんなによくなくて高いものを買うようになるわけですからこれはこう結局世界中が貧しくなります,ですよねだからそういうふうにならないようにしなければいけないとだからあのデカップリングっていうお言葉がありましたですよもうアメリカとかそのと中国と中心とした世界完全にデカップルすると分断するとそうではなくてそういうことをしちゃいけないから今使われることはデリスキングっていうんですよね。要するに、まあ 中国と情報を奪われる可能性があるからそういうリスクは避けようとデ、うん、リスクは必要だけれどもデカップルしてはいけないと、うんうん、でトランプさんの場合はそデリスクが行き過ぎてデカップルになる可能性はやっぱりあって、うん、それは世界全体にとってやはり良いことではないと思いますね。ね、うん、なるほどそれあのー これまでのバイデン政権3年余りの動きっていうのは。えー、対中関係っていう意味では、どう変化したって評価すればいいんですか。あの基本的にはですね。アメリカと中国の対立っていうのはもう決定的です。はい、で、これは、えー、トランプ政権の時の。あの、えー、副大統領がですね。あの、彼がですね。あの、はい、大変有名な演説をワシントンで行ってるんですよね。で、これはもう、要するに中国と。 あのアメリカはこう相入れないと、はい、アメリカから見ると民主主義的な選挙もやらないでそして法律ルール・オブ・ザ・ロー法の支配もなくて、うん、そういうところが勝手にいろんなそこらに権力を集中させて結果的に経済が強くなるだけではなくて軍事力も強くなってきていると、うん、これはもう容認できないと。 そういういことなんですよ、ね、ああ確かにあのペンスの演説ってかなり注目ありましたよねペンスの演説ですよね、はい、でその容認できないこれはもうだからあのなんて言いますかあのディールで本当は解決できる問題ではない、はい、っていうことですよねでそこはもうあの共和党であれ民主党であれ基本的な考えは私はこう揺るがないというふうに思うんですけれども、はい、実際そうですよね民主党議員でもそうですよね,ね民主党議員でもそうですよね その意味ではバイデンさんはそれを引き継いでやったということはもう間違いいなとほかその環境だったり移民だったりいろんなところでもそのトランプ政権になった場合かなりの、えー、変化が起こると思うんですけどもまあ実はもうで起こってるわけですよね、はい、後で AI の話が出てくるかもしれませんけども、はい、AI の専門家っていうのは今カナダに集まるわけですよねトロントとかモントレオルに集まるわけですよね。はい であの留学生もあの実はあなかなか受け入れなくなってきて、うん、で両方ともさら中国は中国で反スパイ法みたいなのを作って外国人を遠ざけると、はい、でアメリカはアメリカでこう移民というか外国人労働に対しても遅い制限を加えるとでもそうすると本当に優秀な人たちが今度どっか行くわけですよね、うん、でまあ分かりやすいのはその半導体については半導体じゃないあの AI についてはカナダの方に行ってるということなわけですけれども。はい まあそういうことはやはり当然、こことが起こってくるんじゃないでしょうかね一、ね、つだけねねでもねあのトランプさんを、ね、評価する声もあるんですよ、はい、でそれはねトランプ大統領はなんだかんだ言って公約をしたことは全部やったと、<laughs> 公約したことを全部やったと、壁を作ることまで含めて、はい、あんな壁が作る予算つかなかったら、今度はあの軍,事軍備費だというふうな名目をつけてやったとかね。 だから結果的に見るとこれ大変皮肉な言い方をするんですけれども民主党系の割とインテリがですね、はい、トランプはけしからんとでも約束したことは全部やったなと <laughs>、ね、オバマさんとの対比もあるのかもしれないですけどねある。でも直近お話しなさったところでいうとアメリカがその中国の,もうこの台頭とこう容認しないっていうと結局どう,どうなっちゃうんですか,そのなんかすごい怖いなというふうに。 思ったんですけどまあだからあの基本的には政治のトップっていうのは本当はリアリストですからそういう基本姿勢を示しながらもあのやっぱりアメリカ例えばですねハーウェイに対してものすごいきついやってしましたけどもハーウェイのものを全部禁じてるわけじゃないですよねハーウェイの部品がなければできないものもあるので一部についてはハーウェイともやっぱりちゃんと貿易をしてるわけでそういう意味でのこうリアリスティックなものを残しながらしかし建前としては今言ったようなもう絶対相いれないと。 そういういいもものをやっていくと中国も同じですよねあの結局非常に強いプリンシプルを持ちながら実際のところはかなりリアリスティックにやっていくとそのリアリズムの程度が相当強いのか弱いのかっていうのは政権によってて微妙な差が多分出てくるんだと思いますねあともう一個気になったのは岸田さんの政策の中で、まあ、いい面もあったと半導体のようなとかいい面もあったけれども基本的にはその。 ケインズ政策みたいなことを今需給ギャップなやかでやってしまって握手だった。これ,これな,んなんでそうなっちゃうんですかそのんみんなおかしいと思ってるのはやらなきゃいいんじゃないかなって思うんですけど。いやキザさんキザさんに聞いてください。推測できることとしてはどういうまあやっぱり選挙でしょうね。<ー>うん選挙であの目の前はこうちょっと賑やかにしておくっていうのはまあこれは政治ですからね。うん、でやっぱりねあの良くないのはそういう政策をやるとある程度国民は喜ぶんですよ。 これ国民が喜ぶっってて思うからやってるんですよ今回はあんまり効果はなかったけど他のアクシデントが出来てら効果はなかったけれども、ね、だからそこはやはりあの政治のレベルっていうのは国民の民度を超えられないんだっていうね国民っていうか世論の側にも残念だけどもやっぱり大きな責任がありますよね。一番初めのところに帰っててこうすごい どう考えたらいいのかなって思う疑問を竹中さんにお聞きするとアメリカの始め話から始まってアメリカは経済うまくいってるけども政治的に分断がやっぱ生まれちゃってるとその利益を得るのがやっぱエスタブリッシュだけになっちゃってる経済うまくいってるけどやっぱ政治が失敗してるっていうのはアメリカだとするとなんか広げて日本考えた時には経済まあ足元うまくいってない感じがしますと経済成長もだけどまあよく考えると日本の政治って失業率は低いし、まあ、そのかなりこう治安とか生活するっていう意味ではこう すごい快適だったりするので政治上うまくいってんじゃないかっていう仮説もなんか成り立つもんですね。でど,どっちがいいのかなと。これはトレードオフなのかどうかとか両方改善する道があるかってそこら辺がこう探りたいところだなと思ったんですけど<ー>どうでしょう。政治がうまくいってたらこんなに支持率低くないですよね。支持率そうですねこの低くないのも含めなんか <laughs> <や>それはやっぱ脆弱点ですか、ねね、要するに日本はいろんな意味で全て低位安定なんですよ。うん、成長率低いですよね。ねでもすごい安定してますよね。うん インフレ率もさっき言っ言たようにだからででもなぜ安定してるかっていうとそれに対していろんな形で補助金を出してる、うん、失業率が高まらないように雇用調整助成金を出してますと、うんえー、エネルギーの価格が高い場合にはその補助金をまた電力会社に出してますと。でその結果として安定してるんですけども安定ししているから成長しないんですよだってその生産性の低い部分,部分にも その補助金をいっぱい出して、それをこう抱えてしまってるわけだから、それは成長しないですよね。だから低位で安定している、安定しているって低位であると。それが良いことか悪いことかっていうことだと思うんですよね。当面決して悪くないですよ。だからみんな心地よいですよ。日本。で、ところが、これずっと続けられるのかっていうことですよね。だから、そこはやっぱり多分続けられないですよね。財政から見てもね。 こ,れすごいこうどん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 赤字が膨らんでいくわけでしょうあの私たち小泉内閣で2000年代の最初にやった時一般会計の規模って83兆円か84兆円なんですよこれリーマンショックの時100兆円になるんですよ、うん、で今120とか100も多い時は予算補正予算まで言うと140ぐらいでしょ国民の財布は1.1倍ぐらいにしかなってないのに政府の財布は1.6倍ぐらいになってるわけですよでこれいつまでも続けられるのかっていうと 多分続けられないし日本でなんかね僕面白いのは国内でなんか格差がちょっとできたら格差格差っていうけども今日本とアメリカヨーロッパの間でですごい格差ができてるわけでしょう、ね、日本アジアの中でもアジアの中でもあれですよその例えば競争力とか一人当たり所得とか言っても日本はもうかなり低いところに来てしまってるわけなのでこれ続かないよねっていうのが問題で今はいいですけども私たちの子供の時は 子どもの時代は一体どうなるんだろうっていうことを私たちが真剣に考えてますかっていう問題なんだと思うんですね。うん、とても強くてい安定から成長しなきゃいけないでその過程でこうい,いろいろひ歪みも生じるでしょうし構造的なものを変えなきゃいけないことも生じるでもアメリカみたいにはやっぱか格差を是認するみたいな政策ってすぐはやっぱり国民も納得しがたいと思うんですねで。どういうういいいいいいふなな政策っってややたらんいいんででで格格差差をすする必要はないんですよで格差が あの格差がないような形で成長するのが理想ですからそれを目指せばいいんですでアメリカは成長を目指したけども格差を是正するアングロサクソンはそういうことをほとんど配慮してこなかったように見えますよねでヨーロッパはやっぱりそういう議論をすごいしててその中でちょっと議論は飛躍しますけども私がもう去年から一貫して唱えているのはベーシックインカム的な政策を取りましょうとで今日本がやってることってねいっぱい給付金出してるでしょ。うん 給付金なんか困ってるから今度出しますこれ出しますってあれをもっと制度化すればベーシックインカムに近いものになるわけだからそういう制度をちゃんと入れた上でそして思い切って競争して成長しましょうっていうところに日本は持っていけると思いますよ。さんどうですかベーシックインカム入れてて競争をしいく同じ財政の規模を出すのであればその都度補助金を出すよりもベーシックインカムの方が構造的にいいっていうのはどういうポイントになってくるんですか これはすすごくあの裁量的なんですよね例えばこの人に補助金を出しますこの人に補助金出さないこんな不公平なことあるのかということですよね例えばあの私立学校に行く人にはこうです公立学校に行く人にはこうですとこれ誰がそんなこと決めてるのとで政治はこれ大好きですよ自分の裁量でいろいろできるから、ね、でもそのこれやっぱり自由がないですよね、はい、人々にとってやっぱり非常に予見性がないし、うん。 今年補助金くれるかもしれないけど来年くれないかもしれないっていう予見可能性がないと、はいうん、ことで制度化して一定のルールの下で一定の給付をすることにしましょうっていうことにしたら予見性ができるしまあ人生設計しやすいです,、ね、しやすいですよね、うん、そこに変な政治の介入がつまり声の大きい人がつまり政治献金する人がするないしはそのグループがそのいい思いをするっていうことをなくす一番いい方法ですよ。うん 同じ財政の規模であれば長い目で見て、あのその都度その都度で裁量で決めるよりかは分かりやすいところはありますよね。えーえー、これでも実際そのベーシックインカムってこの10年ぐらいじわじわと議論広がってきていると思いますけど、実際のところその実現可能性というかそこはどう見といたらいいんですか。えっとまずまあ当面の間これができるという可能性は全くないと思いますね。はい、でこれはそんなに簡単じゃないですよ。うん、財源の問題も含めてね。はい、でもう5年前になりますかねスイスで。 ここのことを真剣に議論したことがあって、うん、ご承知のようにこれやるかどうか国民投票まで行ったんですよスイスは。でも結局これは国民投票で否決された、うん、それは国民とスイスの制度というのはねベーシックインカムの額がものすごい高かったんですよ。でこれをやると高いベーシックインカムを与えると当然その弊害出るわけですよね。はい、もううみんなな働く気なく気すっていうのと、うん もう一つはものすごい財源がいるけどこれ一体どうするんだっていう議論が出てくるだからその水準はやっぱりすごい適切でなければいけないわけですところがもうどこでもやっぱり給付このコロナもあったしいろんな問題があって給付をしてるわけだからやっぱりこれ必ず必ず出てくると思いますねでまず私は日本ではね本格的なベーシックインカムの前にやればいいことが一つあると思うんですよ。それは負の所得税税給付付き税額向上 負の所得税、日本ねだってすごい累進構造でしょ累進構造で一番高い所得の高い人は55%税金払ってるわけですよ所得の低い人は0%なんですよこれを0%じゃなくてマイナスだから累進構造だ累進構造の日本は累進構造なんだからこの低いところをマイナスにしましょうとでマイナスの所得税ということは給付することになりますからでそれをまずやればねすごいこれ制度化される。 と思いますよベーシックインカムよりも全体として使うお金は抑えられるっていうことですかねその高所得者にはお金が手当てされないということになるのでえっとまあそれは制度の作り方なので、はい、どちらがいいかっていうのは、はい、あの一概には言えません、はい、一概にこれは政府を大きい政府を作りたいか小さい政府のままでやりたいかっていうのもこれも国民の選択ですからそういうメニューを政党がちゃんと出せばいいだけの話なんだと思うんですよねでもこれをやるとね。 例えば、今、教育費が困っていると思うから、教育に対して、こう、あの、いろいろ補助金出しますって言うけども、いやいや、私はこのお金を持って、別のことに使いたいんだっていう人だっているわけで、そういう自由を与えるんですよ。私はやっぱりね、日本の、やっぱり、この社会の素晴らしさっていうのはね、その中国とかロシアとか違って、素晴らしさ、やっぱり自由であるということだと思う。もちろん、人の自由を妨げてはいけないわけで、人の自由を妨げない範囲で。 それ以外だったらやっぱり何でも自由でできるっていうのは素晴らしいい社会じゃないですかなんかすごい大学で経済学,学学んだ時のことをちょっとはるか遠くで忘れかけてるんですけど思い出しかけてきまして <laughs>、ええ、そのやっぱりそのお金の使い道として自由にしといた方がなんか効率的というか効果が高いと政策だとしてもなんか自由とか高いとか効果が高いみたいなことを習った気がしたんですよ確かに。ええ、その場合ってなんかこう前提これ本当やっぱ哲学の問題になっちゃうかもしれないですけど前提として例えば情報が完全だったりとか こう人間がこうちゃんととしてるとかです、ね、そういう前提のことは成り立つと思うんですけど僕今禁酒してるんですけど6年前の私だと一生ちょっと酒を飲んじゃうかもしれないなとか例えば中毒性のあるものまあお酒だけじゃないです今だと例えば、まあ、SNS のゲームもそうですよねどん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 こう自由な競争で生まれたこのサービスが人間をこうちょっといや,いや中毒性のあるものに巻き込んでしまうとかそういう懸念もあるじゃないですか。という時にそのベーシックインカム的なものいいなとも思う反面うまく機能するかなっていう懸念も あると思うんですよね、まあ、もうちょっとすごい映像として分かりやすく言うと本当に僕もに西成の取材したことありましてまあ本当にちょっとお金すぐ飲んじゃう人たちいっぱいいますよねでそういう人たちにお金を与えてもう一回お酒買っちゃうんじゃないかなとかに西成ちょ,ちょっと失礼かもしれないですけどねあの僕が見たらたまたまの人ですけど、まあ、そういうようなこう中毒もあるし情報も不完全だし本当自由でうまくいくのかってそういう懸念に対してはどう思いますか 自由反対ですかい,いえ、い俺重大ですけど <laughs> あ,あえてこうその大学の時そういうこと考えたなと思ってこの完全な具形態の理論でいくとそうなんだけどあのね、ええ、あのこれはねだからねまず限定的にやってみればいいんですよ、うん、でやったらうまくいくかどうかっていうことを考えるよりもまずやってみればいいんですよつまりそれを実験してみればいいんですよこの実験がほとんどないんですよ。で一,一部実はねアラスカでねこういうことをやった経験が一部あるんですね。 でそれはあの,その財源はですねアラスカで出るあそこから出る石油はみんなのものだとだからそのお金を使ってみんなに一定額渡していきましょうとでそうするともちろんそのお金は別に働いてお酒飲む人もいれば別に働いたお金である,ある中になる人だっているわけだからそ,れそこまでは別に政府責任持てないですよ。でそれはやはり個人で責任持たなきゃいけないんだけどもね一つの象徴的な例で言いますよ。でこれね 何が起こったかというとね離婚が増えたんですよわかりますか女性に離婚の自由ができたんです今まで所得で縛り付けられて家庭で縛り付けられていた女性も自分のその一定の所得によって自由ができたで、社会的に見ると離婚なんか増えるな良くないっていう議論はいくらでもできますけれども私はそういう自由ができたのは悪いことだと思いませんめっちゃ会場のお客さん女性のお客さんうなずきまくっている ああどうですか,ですか今のベ <laughs> ーシックインカムが実現するかどうかというところで言うとその世論がものすごく世論が盛り上がれば政治も動くわけじゃないですかで先ほどその補助金的なものだと結局目先のお金で国民は喜んで支持率も上がりやすいというところはあると思うんですけどベーシックインカムがなかなかか世論で盛り上がらないのって基本的には、すごく財源,あの要するに財源がいると思い込んでいる人が多いんですね。<ー>私はだから そのベーシックインカムいきなりなんかできないと思いますよだからまず負の所得税をやればいいと思うんですジャニーズ問題が起こったわけですよねテレビ局があれだけ影響力のあるプロダクションに配慮するっていうのはまあね良いことではないけど分からなくはないとでもじゃあ新聞社がなぜそれを書かなかったのかとなぜ海外の BBC に初めて指摘されたのかと リーダーダの方々をちょっとと信用しにくいい状況ななんじゃないかといと結構お金裏でキックバックしてて記載だったんだみたいなのが、うん、いっぱい出てきちゃうじゃないですかキックバック悪くないですよね、うん、それを隠してたことが問題なんですよねその意味ではこう政治に対するイメージって、ねうん、今ものすごく悪化してますけどもなんで記載しなかったのかなって思っちゃうと思うんですけど記載すればよかったんですよねだってれはすればよかったんですよね ですね、無題とかリハックスとか経済の森の楽屋トークとかアフタートークみたいなものも、えー、たまにちょこちょこ配信したりしてますなんかコンペだけじゃなくちょこっとしたちょこっとしたちょこっとした話を、えー、してあげても意外にそこは面白かったりしてますあと、えー、生配信とかって、ね、たまにやったりしてますんで、えー、皆さんもこうライブに会えたりしながらお話をさせていただくと私非常に楽しみにさせていただいております本当にいいまあ、全然登録しなくても大丈夫ですしちらっと登録していただくと。登録 引き続きよろしくお願いします。<noise>